じゃない。待ってましたよ。待ってましたよ。バズバズ。お世話になっております。農林水産省広報室の田森です。いや、小沢さん。はい。ここはどこですか。ここはどこですか。僕が聞くんじゃないですか、それ。田森さん。はい。今日はどこに来てるんですか。実はですね、本日は、はい、FC 町田ゼルビアさんのクラブハウスお邪魔しております。おお、の、ここはグランドですか。もう存分に撮ってください。はあ、めちゃめちゃ綺麗ですね。今日なんですけど、はい、実は町田ゼルビアさんの方で、うん、食育の取り組みとして中学校給食とコラボして選手が考案したメニューが本日出されるということで、はい、考案した太田康介選手と一緒にその給食を食べれるお話を伺えるということで、はい、今からも緊張しております。いや、もうカミカミじゃないですか。すいません。何テイク目ですかこれ。ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。 FC 町田ゼルビアで地域振興担当しております野村と申します。よろしくお願いします。実は先日実は第1弾として、はい、芋づるの会を取材させていただきました。今回はですね、はい、町田ゼルビアさんの方で、まあ、食育への取り組みということで、はい、町田市さんの方で行っている給食はですね、はい、ご家庭で、給食、中学校給食を各自判断していただいて、申し込みをすれば、給食の時間に、給食を食べることができると、まあ、町田市さんとお話をさせていただく中で、町田市の狙いとしての喫食率を上げたい、栄養バランスが取れたメニューを提供していきたいというところと、我々としてもアカデミーの子どもたちだけではなくって、まあ、町田市の、その中学生年代の子どもたちだったりとか保護者の方々に、栄養、スポーツ栄養学だったりとかその食育っていうところを、いろいろと考えていただきたいっていうところの中でコラボさせていただいているというところですね。なるほど。なんかそわそわしてますね、すごい。いやちょっとめちゃめちゃそわそわしてる。同い年ぐらいですか。僕30歳になります。若っ。いやそんなもん。私25です。若っ。最年長じゃないですか。僕今年36の年です。ああ、見えない。はい、ベビーフェイスでやった。羨ましい。いただきまーす。サッカーやってたんですか。そうなんだ。これをちょっとお話ししないといけないと思いまして、私町田出身なんですよ。で、なんと中学時代ゼルビアのアカデミーだった。めっちゃ後輩じゃないですか。僕左サイドバックだったんですよ。同じじゃないですか。やべ、ライバルだ。同じマンションなんですか。そうなんです。それでも僕はもう憧れの、こうして隣でご飯を食べれてるっていう同じ町田で、はい、コーチ誰だったんですか。ちょっと何中ですか。農林水産省ってどこにあるんですか。ご飯のこともちょっと聞いていいですか。ダメです。ダメですか、はい、今回生姜焼きを、はい、太田選手の方で考案されたとお聞きしたんですけど、はい、まあ、考案というか、はい、勝負飯って何ですかって言われて真っ先に思い浮かんだのが、はい、生姜焼きでして。なるほど。どういった時に食べるんですか。あ、試合前の日は必ず食べますね。そうなんですね。バランスのいい食事をとるっていうところで、まあ、試合の前の日に生姜焼きいいよっていうところから始まり、なんかそれをトライしたその週の試合すごく調子が良くて、体も調子いいし、そうなんですね。で、自分も点決めて勝ったりとか、なんか結果もついて、目に見える結果もついてきて、 あ、これ縁起いいぞっていうところから始まった。験担ぎ的な意味合いもあるんですね、はい。興味あるんですよ。そうなんですか。なんか助けてください、いろいろと。FC 町田ゼルビア太田康介が手掛ける農園作りみたいな。
やっていただけるんですか、ね、逆に。いや、やりたいですよ。本当ですか。最初からあのその手続きの段階から教えていただいて、僕がもう実践していく。長期計画。長期計画。もう、ね、年一の配信とかでもいいから。食にこだわりとかってことやっぱりお持ちですか。昔はいろいろ、まあそれこそ栄養士さんつけたりとか、はい、その時に流行ってるものをいろいろと取り入れたりとか、なんか節制もしたりとかしたんですけど、なんかやりすぎるとストレスになるし、究極に追い込みすぎた後に怪我だったりとか体調崩すことが多くなったりとかっていうのがあったりとかもしたから、結果今行き着いたのは何のストレスもなく、まあ基本は食べたいものを食べる、ただ食べたいものを食べるだけじゃなくて、そこにしっかりとバランスのいい食事と、栄養素もしっかり考えて、今僕結婚して妻がいるので、はい、2人で勉強しながらやってますね。逆になんか苦手なものとかはあったりする？苦手なものないんですよ。おお、すごい。小さい頃から苦手な食べ物なくて、でも多分食べて美味しくないなって思うことはあったと思うけど、親がなんか苦手なものほど楽しく食べさせてくれるというか、苦手意識を持たせないように食育をしてくれた感覚があって、だから子供にもそういう風に伝えれるようにしてて、野菜も食べるしフルーツも全部食べるし、今のところ好き嫌いなく何でも問題なく食べてるので、じゃあなんかそういったその子供に対する接し方じゃないですけど、そういった部分も結構気を使われてるっていう。そうですね、やっぱり食べたものが物で体を作られるので、食生活が本当に大事だと思うから。はい。てか自炊するんですか。します。します。はい。偉いですね。あ、しないな、その顔。その顔しないな。やってみようかな。なんか、はい、この間、まあ、冬にチューリップの球根をお庭の土に埋めて、でそれが、まあ、春になって咲いたんですね。でその球根を植えるのも子供と一緒にやったんですけど、はい、最初はその植えてから、え、パパ全然出てこない出てこない、そんな翌日に出てくることなんてないじゃないですか。2、3ヶ月経った後にこうポコって出てきて、どんどん大きくなって花がパッて咲いて、でまた時間が経ったらそれが枯れてってしょんもりしちゃうみたいな、なんかそれを子供と見ている時に、あ、これいいなと思って、お花ももちろんそうだけど、それで自分たちで野菜だったりとかフルーツ作って、それで自分で食べてっていうのを子供に実体験としてやらせてあげたいなって思ったのが最近だったんですよ。でそれで、まあ、ニュースで見たりとかして、最近そのうわ農業やりたいなって漠然と思ってた今日のタイミングだったんですよ。素晴らしいじゃないですか。待ってましたよ。待ってましたよ。ありがとうございます、はい、これも多分運命、運命だわ。運命です。はい、運命です。いい感じですか。そうですね、バッチリですね。はい、太田選手、本日はありがとうございました。ありがとうございました。練習後でお疲れのところだと思うんですけど、いやもうこの食事とタモリさんとの会話で、はい、もう疲れも取れました。本当ですか。はい、余計疲れたとか思います。いや全然全然、もうすごく気持ちもリラックスできましたし、リフレッシュできましたし、地元トーク嬉しかったです。はい、これから共に頑張っていきましょう。はい。引き続きと言っていいのか。はい、引き続き、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。